朝日奈隆朝日奈隆朝日奈隆史、1908年、明治41年7月9日から2001年、平成13年12月29日は、大阪フィルハーモニー交響楽団、大阪フィルの音楽総監督を務めた、日本の指揮者。指揮者の朝日奈千足は長男。左利き、指揮棒は右だが、包丁は左、木下明の写真集より、 朝日奈の出生には、謎があり、中丸美会長、オーケストラ、それは我なり、朝日奈隆四つの試練が詳しい。東京府東京市牛込区、現在の東京都新宿区市ヶ谷佐戸原町の小島家に生まれ、生後間もなく鉄道院にし、朝日奈林之助の養子となり、朝日奈生となる。巨弱寺だったため、乳母と共に、神奈川県高津の漁村に預けられ、 高津町立高津神城小学校、現高津賞を経て、小田原町立第三神城小学校、現新玉賞に学ぶ。小学校3年の3学期から東京に呼び戻され、麻布神城小学校、現麻布賞に転入学。まもなく中学受験に有利ということで、東京府青山市半学校附属小学校、現学芸大附属世田谷小に転じた。旧制中学校受験では、 名門校内市有名校にことごとく不合格となり、裏口入学の形で、私立高千穂中学校に進む。1922年、大正11年3月、旧正東京高等学校、現在の東京大学尋常科2年の編入試験を受けて同校に転入学した。1923年、大正12年に養父が1925年、大正14年に養母が、 相次いで病死したため、朝日奈生のまま生家の小島家に戻る。この養父母の死によって、朝日奈は、実父が、渡辺義和と知る。また、実母に関しても、朝日奈の長男朝日奈千足は、朝日奈隆市伝の著者、中丸美会に、父が、義和と小島里と,との間の子供であること、父が里の三男であることに関しては、確証がありませんと証言している。 同年9月の関東大震災で焼け出されて、朝日な家で同居していた父方の親戚の岡部作次。当時、早稲田高等学院在学中。後内務将棋官の影響で、バイオリンの魅力に惹かれ、朝日な家の祖母から、バイオリンの焼け残りの中古品を買い与えられたことが、きっかけで音楽に興味を示すようになった。当初は、東京高等学校尋常科の音楽教師、 田中圭一にバイオリンを習っていたが、やがて田中の紹介で、橋本国彦に支持するに至る。バイオリンの練習の傍ら、サッカーや登山、スキー、乗馬、陸上競技などのスポーツにも熱中していた。当時の同級生活バイオリン仲間に、篠島秀夫がいる。旧制東京高等学校高等科門課を鶴いでは、同級に日向方歳や清水育太郎、宮城音や、 内田藤雄、平井富三郎、伊豆淵国康がいた。旧正高校時代には、友人と弦楽四重相談を結成したり、1927年2月20日の新公共楽団、現 NHK 交響楽団の第1回定期演奏会を聞いたりもした。1928年、昭和3年、京大音楽部の指導者である、ロシア人指揮者。 エマヌエル・メッテルを目当てとして、京都帝国大学法学部に入学。法学部在学中には、同大学のオーケストラ、京都大学公共楽団に参加し、ビオラとバイオリンを担当。やがて指揮をメッテルに指示、その他、レオニード・クロイツァーやアレクサンドル・モギレフスキーの影響を受けた。1931年に、京都帝国大学法学部を卒業。 鉄道省勤務の実刑の推薦により、月給60円で2年間半神急行電鉄、現阪急電鉄に勤務。電車の運転や車掌、百貨店業務、東電の摘発などを行う傍ら、チェリストの伊達三郎の誘いで、大阪原学四重奏談のバイオリン奏者として、大阪中央放送局、ジョブックに出演。1933年、昭和8年、 会社員生活に飽き足らず、もう一度学問をやり直したいという理由で退社し、改めて、京都帝国大学文学部哲学科に、学士入学し、一年留年して1937年、昭和12年に卒業。卒論は、中世音楽史を扱った内容だった。この間、1936年、昭和11年2月12日に初めてオーケストラ。 後の大阪フィルハーモニー管弦楽団を指揮。また、1934年、昭和9年により、月給30円で、大阪音楽学校、現、大阪音楽大学に非常勤講師として勤務し、一般教養課程でドイツ語、英語、音楽史、心理学を教えていたが、卒業後の1937年、昭和12年により、教授となった。1940年、 昭和15年1月31日、新公共楽団の演奏会で、チャイコフスキー交響曲第5番太を指揮し、プロデビューを果たす。1941年、昭和16年、田辺製薬創始者、田辺五平会長の実定、竹志郎の長女で、東京音楽学校ピアノ科卒の町子と結婚し、神戸市名田区篠原町に今日定める。同年、日米海戦。 1942年、昭和17年からは、月給200円で、大阪放送還元楽団の主席指揮者となり、戦意公用のため、あらわしに捧げる歌、海の英雄などを演奏。1943年、昭和18年11月末、中川真貴さんの推薦で大陸に渡り、同年12月8日の、大東亜戦争2周年記念演奏会を皮切りに、上海公共楽団、 1943年で式、上海滞在中、1944年、昭和19年1月、タラは、マキン・リョ島で玉砕した兵士を弔う、歌の作曲を、海軍省から命じられ、一晩で書き上げる。1944年、昭和19年、日本に戻ってからは再び、大阪中央放送局に戻り、時折門、イモンや文化放送の仕事をしていたが、同年5月、 要請を受けて、大木正夫と満州国に行き、満州映画社長の天笠正彦と会い、約1ヶ月間新京音楽団、新京交響楽団とハルウィン公ン交響楽団を視察。同年秋に、再び要請され、妻と伊達三郎を伴って都満し、大木の交響曲、猛虎を指揮。同年12月にも都満。1945年、昭和20年には、 関東軍の食卓を命ぜられ、満州全土を演奏旅行。大阪と神戸が空襲で被災した上、満州での活動が波に乗ったこともあり、関東軍報道部長の誘いで1945年、昭和20年5月には、妻と長男を呼び寄せて、本格的に満州に移住。ハルビン特務機関の指揮下に入り、ハルビンの大和ホテルに居住したが、8月に終戦を迎えた。 ソ連占領軍進駐後、弟子の皇術や、朝日奈ファンの司会、尾畑茂などによって、日本人狩りのボートからかく回りつつ、一年以上春便に実挙。この間、国民政府からの依頼で、中国人のオーケストラを編成し、アンサンブルの指導を行っている、1945年10月から1946年4月。1946年、 昭和21年8月から2ヶ月かけて、神戸の自宅に引き上げた。引き上げ後は、大阪音楽学校及び、大阪音楽高等学校に勤務しつつ、1947年、昭和22年4月、大阪放送還元楽団出身者などを集め、現在の大阪フィルハーモニー交響楽団の母体となる、関西交響楽団を結成する。 結成にあたり鈴木剛ら関西経済人の人力があった。同時に参加団体として関西オペラ協会も設立した。1950年代からはベルリンフィルハーモニー管弦楽団や北ドイツ放送公共楽団などヨーロッパの主要なオーケストラに招かれるようになった。1960年昭和35年に 関西交響楽団を大阪フィルハーモニー交響楽団に改消。定期演奏会の回数は、改消時に数え直している。同楽団の常任指揮者を経て、音楽総監督となり、ヨーロッパ公演を3回、北米公演を1回行い、亡くなるまでその地位にあった。一つのオーケストラのトップ指揮者を54年間、務めたことになる。1973年、 昭和48年、大阪フィルが東京公演を行った。この公演で取り上げた曲目の中には、ブルックナーの公共曲第5番も含まれていた。1954年、昭和29年以来しばしば、ブルックナーを取り上げていた、朝日菜であったが、それまでは納得のできる演奏ができなかった。しかし、この東京公演で取り上げた第5番は、 朝ヒ奈も上出来と思うほど出来栄えが素晴らしく、聴衆も大喝采を浴びせた。その聴衆の中に渋谷で前衛的なライブハウス、渋谷ジャンジャンを経営している高島進がいた。彼は寺山修司などの前衛演劇に傾倒する一方で、大のブルックナーファンであった。この公演に感動した高島は朝ヒ奈大阪フィルを起用して、 ブルックナーの公共曲全集を作ろうと思い立ち、1978年、昭和53年にリスクジャンジャンから全集 LP を発売した。この全集は代表版となり、朝日奈は一躍、巨匠、日本のブルックナー解釈の第一人者として注目を集めるようになった。ブルックナーの公共曲で問題になる楽譜の版であるが、朝日奈は基本的にハース版を使用している。 なお1975年、昭和50年の大阪フィルの欧州公演中、10月12日、リンツの政府ローリアン協会で、公共局第7番を指揮した際、会場に、ノバーク版の皇帝者、レオポルト・ノバークが来ており、終演後朝日菜を訪れた。ノバークは、演奏を称賛し、ノバーク版で演奏しなかったことを詫びた朝日菜に、名演の前にバンは大した問題ではない旨答えたと、 ブルックナー全州の県以降、在京の主要オーケストラからの客演依頼が殺到するようになり、また、レコーディング活動も増加するようになった。1980年代以降朝日奈が出演する演奏会の人気は凄まじく、チケットは即売り切れになることもあった。ブルックナーの公共曲の演奏の他に、もう一つの主要レパートリーであった。 ベートーベンの公共曲の連続演奏会や前週の制作も盛んに行ったベートーベンの公共曲連続演奏会は1951年から2000年の間に9回行っている。この頃より朝日奈はしきりに時間がないを口癖にするようになり録音も多くなった。1995年平成7年に阪神淡路大震災に遭遇したなお 朝日奈は1923年の関東大震災にも遭遇している。また、同年6月には、終戦以来50年ぶりにハルビンを訪問し、満州時代に朝日奈の下で演奏していた元学院と再会した。1996年、平成8年には、シカゴ交響楽団に客演。これは、ピエール・モントゥーの記録を抜く、同オーケストラの最高齢の客演であった。 朝日川は90代以降、ストコフスキーの最高齢記録を抜くと公言し、一見では特に大きな体の故障もなかったため、記録達成は容易と見られていたが、2001年、平成13年10月24日の名古屋公演における、チャイコフスキーのピアノ競争曲第1番、ピアノ、高山道へ、公共曲第5番が最後の舞台となり、演奏会後、 体の不調を訴えて入院。そのまま復帰することなく12月29日に死去した。93歳と半年に、あと10日余りであった。立つことが私の仕事、立って指揮ができなくなったら、引退として練習中でも、椅子の類を使わず、最後まで立ったまま指揮をした。生涯現役であった。長く日本式社協会会長も務めた。没後。 大阪フィルハーモニー公共楽団創立名誉指揮者となった。不法は2001年、平成13年12月31日付各紙の一面を大きく飾った。朝雛の筆に収められたものは指揮棒と2001年、平成13年11月の大阪フィル定期演奏会で指揮する予定であった、ブルックナーの公共曲第3番の楽譜であった。演尾服もダビに付された。 当のブルックナーの公共曲第3番は2002年、平成14年7月に東京と大阪で、若杉博士が指揮、朝日奈の追悼とした。2002年、平成14年2月7日にザシンホニーホールで行われたお別れの会では、朝日奈千足の指揮で、医師に従って、ベートーベンの公共曲第7番、第2楽章が演奏され、無宗教で行われた。また参列者は、 朝日奈戦足の発生により拍手で個人を見送った。2007年、平成19年12月11日から16日まで、リーガロイヤルホテルにて、永遠のマエストロ朝日奈隆史店が開催された。これは、大阪フィル創立60周年記念行事として行われた。2008年、平成20年7月9日、生誕100年の日にザシンホニーホールで、 大阪フィルは記念演奏会を行った。式は、朝日奈の公認の音楽監督、大上英二で、モーツァルトのピアノ競奏曲、第23番、ピアノ、伊藤恵、ブルックナーの公共曲第9番が演奏された。演奏終了後、聴衆は最晩年の朝日奈の多くの演奏会、同様に、スタンディングオベーションを行った。他には NHK 放送文化賞、 ドイツ連邦共和国公勲章大功労十字章、毎日芸術賞、モービル音楽賞、ザ・シンフォニー・ホール・クリスタル賞、オーストリア連邦共和国一等十字勲章、銀牌一組、菊門、第四号など。なお、アシャヒナはベートーベンを演奏するときは、ドイツ連邦共和国公勲章大功労十字章の、略字を、ブルックナーを演奏するときは、 オーストリア連邦共和国一党十字勲章の逆字をつけて式台に上がっていた。また、文化功労者検証に関しては次のような逸話がある。後日のオール日本人キャストによるニーベルングの指輪全曲の CD を聴いた中島玄太郎文部大臣、当時が日本人もようやくこのレベル、指輪を全曲演奏できるまで到達することができたと涙し、検証が内定したと言われている。 もっとも、党の中島は、検証前に亡くなった。朝日名自身、1970年、昭和45年に発表した文章の中で、私は、いわゆる世間で言う弟子とか文化生とか言うものを、少なくとも、今の職業である指揮者としては持ったことがないと、述べているが、朝日名の影響下にある指揮者として、韓国人指揮者、1919年から2002年8月26日、 がおり、朝比奈自身も1973年、昭和48年の、私の履歴書の中では林を、私の弟子で、私が退いた後しばらく四季棒を振っていた、韓国人の林元職君と呼んでいる。彼は、朝比奈のハルピン時代、朝比奈の人柄に感服し、影響を受け、朝比奈が満州を脱出する際いろいろ便宜を図った。朝比奈のお別れの会にも参加。 喧騒したが、ほどなく、後を追うように死去した。朝日奈ともどもサッカーの大ファンであり、2002年、平成14年のワールドカップ日韓大会にちなんだ二人が出演する演奏会も企画されていたが、朝日奈の死で幻となった。他に、富山雄三が、私は朝日奈先生の弟子だと思っていると発言したことがあり、これに対し朝日奈は、 先輩の顔を立ててくれたものと考えていると、新聞紙上に書いている。また、朝日奈の晩年に当たる1997年、平成9年から1999年、平成11年まで、下野達也が大阪フィルの指揮研究員になり、朝日奈の指揮ぶりに接している。また、大阪市音楽団名誉指揮者の木村義博も、朝日奈の指導を受けている。 50年以上にわたって朝日菜の訓導を受けた大阪フィルは現在でも独特の大フィルサウンドを信条としている。自らが創設、育成した関西交響楽団、大阪フィルが断然多いが、それ以外にも国内のほとんどのプロオーケストラ、ヨーロッパの多くのオーケストラを指揮している。関東では新日本フィル NHK 交響楽団、東京交響楽団、 東京都交響楽団を晩年に至るまで指揮し続けた。読売日本交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、東京シティフィルハーモニック還元楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、新生日本交響楽団についても客演歴がある。関西並びに中国地方では大阪フィル以外には京都市交響楽団や倉敷音楽祭、 祝祭還元楽団を多く指揮した。倉敷では、ベートーベンの全公共曲を演奏したが、それと共に、モーツァルトの公共曲も取り上げた。関西フィルハーモニー還元楽団は、経営的には、大阪フィルと非友好的な関係にあるにもかかわらず、一度だけ、客演した。海外では、ベルリンフィルハーモニー還元楽団、ウィーン・トーン・キュンストラー還元楽団、 北ドイツ放送公共楽団等にも客演している。1987年、昭和62年には北ドイツ放送公共楽団の来日公演の一部の公演も指揮した。アマチュアオーケストラの客演歴はあまり多くない。1976年、昭和51年には名古屋大学公共楽団を指揮してブルックナーの公共曲第8番を演奏した。このには ワーグナーチューバが入手できず、ユーフォニアムを用いたという話が有名である。1981年、昭和56年には、ジュネスミュージカルシンフォニーオーケストラも指揮し、ベートーベンの第9を演奏した。朝比奈自身が学生時代に在籍していた、京都大学公共楽団については、戦前には常任指揮者の地位にもあったが、1982年、昭和57年には、 100円の立場で、ブラームスの公共曲、第2番などを指揮した。これらが、朝日奈が演奏会でアマチュアオーケストラを指揮した最後の機会であり、それ以降は一部の非公式なは TV 放送企画等を除き、アマチュアオーケストラとの接点を持っていない。オーケストラ以外では、吹奏楽団である大阪府音楽団、大阪市音楽団、 現大阪市をウィンドウオーケストラを指揮し、演奏会やレコーディングを行っている。また、かつての全日本吹奏楽コンクール連続、最優秀校、西宮市立今津宇宙学校吹奏楽部で熱心な客演指導も行った。1995年、平成7年には、大阪フィルメンバーを中心とした室内学を指揮し、ブランデンブルク競争局第5番。 音楽の捧げ物を演奏した、ただし、後者の演目で、実際に、朝日奈が指揮をしたのは、六世のリチェル・カーレの部分のみで、ある。朝日奈自身の意向もあり、生前より、スタジオ編集ではなくライブ録音として残された、録音が多い。大阪フィルや NHK 交響楽団、倉敷音楽祭祝祭還元楽団などとの、ライブ録音が、ポニーキャニオンや、オクタビアレコード、 フォンテック、トーブレコーディングスなどからリリースされている。ベートーベン、ブラームス、ブルックナーの公共曲については全集録音が複数種類残されており、特にベートーベンの公共曲については同曲イエンの CD が多く残されている。没後は、マーラー、リハルト・ストラウス、ヒンデミットなどの作品を指揮した音源が発掘され、CD 発売されている。他に、 北ドイツ放送交響楽団とベートーベンのほか、フランク、レスピーギ、ラベルなどを演奏した CD も発売された。2010年、平成22年6月には、東部レコーディングスより、モーツァルトの後期交響曲,曲の CD がリリースされている、倉敷音楽祭のライブ。吹奏楽曲の録音もいくつか残されている。の深かった、大栗の作品のほか ウィリアム・フランシス・マクベス、ハロルド・アルターズなどの録音も残っている。没後、大阪市音楽団を指揮したライブ音源が発掘され、CD 発売された。なお、ファーストレコーディングは、1940年、昭和15年に、京都大学公共楽団を指揮して録音した、母校の京都大学学科、定築であり、この事実は朝日奈が没する直前に判明した。それまで、 ファーストレコーディングとされてきたのは、1943年に日本公共楽団を指揮して録音した深い史郎作曲、ジャワの歌声であった。おそらく各地の放送局で放送するために制作されたものであろうという説もある。京都大学学科については、現在京都大学のサイトの中で鑑賞できる。深い史郎、ジャワの歌声については、ロームミュージックファンデーション日本 SP、 名盤復刻選手の中で CD 収録された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。